今日はウェブページを簡単に PDF 化するというやり方をお知らせします。今 Wikipedia で、パーソナルコンピューターという項目を開いています。パソコン上でね、やっぱり見るのって時間がないとき結構辛いですよね。こういう複数ページの読み応えのある記事だと。で、そういう時に、PDF 化して後で iPod、iPad で見たい、そういう時は、コマンド P を押します。そうするとこのような、ダイアログが出てきますので、ここで、PDF あすいません、プレビューですね、プレビューをクリック。そうすると、アプリケーションのプレビューが今立ち上がって表示されました。で、この状態でね、コントロール S、ファイルを保存ですね、保存を、選択で、分かりやすいようにディスクトップを設定して保存してみます。で、これでディスクトップに戻ってみると、先ほどの、選択した PDF ファイルが作成されています。で、これを開いてみたらこんな感じで PDF 化されました。わざわざウェブページを PDF 化するっていうのはさほど意味がないとも思われるかもしれませんが、ネット環境のないところでね、 iPod、iPad、iPhone などで閲覧するときはすごく便利だと思います。で、ウェブページをそのまま、PDF 化しているので、このように文字選択、コピー&ペーストやその他の編集作業がいとも簡単にできます。ね、いくら拡大しても文字がありませんね。で、あと容量の方もね、確か20ページぐらいのファイルなんですが、852キロ、もう 1メガ切ってますよね。すごく軽いんです。ウェブページを PDF 化するときはすごく軽いです。これを応用するといろいろ使えるんですね。はい、じゃあ今日は、ウェブページを簡単に PDF 化するやり方でした。